ゆるっと、着付けはシャキッと。着付け大好き山宮ひろこです。こんにちは。今日は4枚羽、人気の4枚羽です。帯結び253番の帯結びをやります。それでは行っちゃうよ。253番の帯結びです。これちょっとママ振りにはよくありがちな帯っていうことが設定。ちょっと厚手で大きな柄、はっきりした古典的な柄です。垂れが上、手が下で一結びして、垂れ元しっかり開いておいてあげてください。そして手ですが、手ぐーっと持ってきて、ここでもうすでに締めてあげてください。そして整えてあげて、でこの手の元もしっかり開いて止まるようにして、そしてここで手前に3分の1ぐらい手前を折って、ここに4枚羽の2枚の羽を作ります。でそれも肩幅よりちょっと大きめぐらいかな、肩幅ぐらいは作りたくて、一つ追いひだをしています。一つ追いひだをして、ここにゴム紐であらかじめ締めておきます。縛っておきますね。絡めて作っておいてください。そしてこの手は一休みさせておいて、今度は垂れ元です。垂れ元を3分の1。これ太鼓になる部分。3分の1なんですが、3分の1よりもうちょっと狭くしようかなって考えて作ってください。そして、この時、綺麗に内側を見て、そして、全部三重仮紐の下をくぐらせてください。そして、ここには、お太鼓部分ができるだけの長さを確保して、お背中にまっすぐ背縫いの真ん中目指してあげて、肩に預けておきます。そうしてこの部分をきちんときれいに折って処理をします。これは体の真ん中で、ここがちょっと違うところです。ここに今日は薄っぺちい枕ですか、枕をしてもうちゃんとに押さえてしまうのが最初です。ここお背中に高いところに、この時こう見てちゃんと真ん中かなって確認できたら、枕を前に回して、枕はいつもの調子です。しっかり敷いて脇まで落とし込んであげます。そうすることによってこの太鼓部分ちゃんとまっすぐ下に落ちてくる。そしたらまた預けます。この手で作った羽をぐっと締めて、真ん中通してぐっと上がって、合わせた方の羽が上前側になるように私はしています。でも逆でも別に都合のいいところでいいと思います。そしてここに全部くぐらせちゃうてください。で、できれば枕の上に目指して乗せます。そして残った部分で文庫です。左右に広げて文庫の羽を作り、ここでバッ
点掛けです。2枚重ねて抜点掛けをしてください。左右同じような大きさになるといいなと思ってください。そうしたらこの辺の手の元しっかり1回結び目の上に上げます。この辺で枕をすることを忘れないであげてください。で、枕をかけておいてあげて、みんな羽もみんな上に上げて、ここで太鼓部分を下ろしてきます。もう一度まっすぐ降りてくるかどうかを確認して帯締めをしてあげてください。こういう4枚羽の場合、まっすぐ降りてくることが大変で、曲がってしまったり根元がきれいにいかなかったりすることがあります。少しこれが大変だなって思ったら、太めに作ってあげて、両端を角をしまってあげて、こう作ってあげてもいいと思います。そうするとこの上に処分するものは少なくて済みます。ただうまくいったなと思った場合、このままきれいに折ってまっすぐになることを確認したら、小さめの太鼓を作れるようにして、折り上げたこの先が角を作れるようにしてあげると、丸い太鼓じゃなくて四角めのカチッとした太鼓を目指してあげると、少しシャープになってくると思います。こうして帯締めをピタッとなるように締めて、言わずと知れた帯締めはどんなにしっかり締めても大丈夫です。しっかり締めてください。帯締め、特にこの平打ちの場合はなかなか締めるのが大変だったりしますが、清掃感が出てくるので帯締めを制すると最後の帯は安定したりしますよね。帯は形も羽も大事ですが、帯締めと帯枕でとても変わってきます。帯枕や帯締めを手加減することのないような、そんな技術を磨いていってください。形付けです。襟抜きから3指分ぐらい下がったところに太鼓の山が来るように意識しましょう。そして4枚羽の上の羽、元気よくなるように、 お背中にピタッとつけます。溝に手を入れて着てあげてください。そして手前の重なりをきちんと重ねて、2枚重ね、同じところから同じぐらいの両の羽の長さが出ることを意識してあげて、本当はこういうところがきれいにぴったりとついていると理想的ですが、なかなか難しいところですね。でも枕のある場所がお背中にとても近いところにありますから、その点は枕から離れてベロンってこう下に向いてしまったりしないから安心。この雫の部分の丸さもきれいに丸く作ってあげてください。
そしてさっき言ったようにこの枕のこの太鼓の部分を少し四角めにシャープに作ってあげるとコロンと丸くしない太鼓を作ってあげてスラッとしてあげる。こんな風に4枚舟難しいところですがとてもお嬢様らしくて可愛くできるところ、どう簡単でしょって言いたいところですが実はちょっと難しいです、形付け。でも手順は至って簡単、至ってすんなりとできるものです。真ん中の中心を意識して左右対称になるといいなって考えてあげて作ってみてください。というわけで、やってみて。